アロハ、カワイトのタミーです。今回は憧れのピンクパレス、ロイヤルハワイアンホテルのアバサスパでヘアカットをしてもらいました。タミーがロイヤルハワイアンホテルの大好きなところは、緑のハワイの植物に囲まれて、まるでハワイの宮殿みたいなところ。根っこが丸見えのとっても面白いラウファラの木もありますよ。お庭のレインボーシャワーが満開でとっても綺麗です。白いハイビスカスも可愛いわ。こちらがロイヤルハワイアンホテルの入り口になります。見上げるほどの大きな木がとっても印象的です。ホテルに入ると高い天井、ゴージャスな絨毯、そしてシャンデリア、まさに宮殿です。ロイヤルハワイアンホテルはワイキキビーチに面して建っています。ホテルに入って右側に歩いていくと、このアーチの先はもうワイキキビーチなのよ。エレベーターもシャンデリアもオールドハワイを感じられてとっても素敵。まっすぐ進むと階段があって、その階段を降りると広くて綺麗なお庭に出ます。階段の右側には小さなカフェがあります。ちょっと見えにくいですが、この可愛らしいケーキがこのカフェの一番人気、ピンクパレススノーボールココナッツハウピアケーキです。美しいお庭を見ながら、ダディはアイスコーヒー、タミーはフレッシュグアバジュースをいただきました。庭に降りて左側の道を歩いていくと、ピンクの建物にこんな可愛いドアを見つけられます。このドアを入った突き当たりがアバサスパになります。スパの前の道はロイヤルハワイアンセンターの中庭につながっているので、カラカウア通りから入ることもできます。タミーのおすすめのスパへの行き方は、ホテルを入って左側に進んで数段階段を降りると、こんな風な美術館みたいな場所に出ます。左に向かうその道にはオールドハワイの写真や家具、そして食器などを見ることができます。興味深い写真がいっぱいなので、ぜひこの道を歩いてアバサスパに行ってほしいわ。1936年にハワイを訪れたビング・クロスビーの写真もあります。伝説のサーファーデュークの写真もあります。こちらは昔のロイヤルハワイアンホテルの写真です。タミー、1年半ぶりにこんなに伸びちゃった髪をカットしてもらいました。とってもナチュラルに仕上がりました。いい感じでしょう。大満足です。毛先もとっても軽くなりました。ドライカットはもう簡単に家でも同じようにスタイリングできるのが嬉しいわ。アバサスパのヘアアーティストかなこさんは、ヘアカットだけじゃなくてヘッドマッサージもすごく上手なの。気持ちよかったわ。アバサスパ絶対にリピします。アバサスパは緑の中で気持ちいいマッサージも受けられるので、ワイキキにステイされた方はぜひアバサスパに行かれてみてくださいね。では今日もアロハな一日を。 Have a good day。幸せになれる島カワイの YouTube。
チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブックもフォローしてくださいね。ブログにはハワイ情報満載ですよ。幸せになれる島カウアイの本も絶賛発売中。Kindle ブックもあります。